こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。 JNW パーソナリティ JD です。今回お届けするニュースは、世界経済フォーラムに掲載された日本の発明についてご紹介していきます。日本は今までに私たちの生活を大きく変えるいくつもの発明を行ってきました。それらの発明は世界でも評価されており、 CNN をはじめとする海外メディアが特集を組むなどし、たびたび紹介されています。今回掲載されたのは、現代人の生活に大きな影響を与え世界を変えた4つの発明品というもの。日常生活に大きな影響を与え私たちの生活を変えたものが取り上げられました。早速その4つをご紹介していきます。 1. ウォークマン。世界初となるポータブル式の音楽プレイヤー。その革新的な発明に世界が驚きました。 2. 絵文字。1990年代後半に日本の携帯会社が導入しました。今では世界のインターネット上でおよそ 92% の人々が利用しています。 3. 自撮り棒。最近の印象が強いですが、実は1980年代に発明。現在自撮り棒の市場規模は7億7000万ドル。 4. ビデオテープレコーダー。この機器が登場したことによって、世界中の利用している人々がテレビ番組を録画できるようになりました。今日のストリーミング再生の先駆けといえる素晴らしい発明品です。今回取り上げられているのは、私たちの生活に非常に近いものが選ばれていますが、外国人たちからのコメントでは、その他のもっと大きな影響を与えた日本の発明品なども多く挙げられています。この日本の素晴らしい発明品に対して、海外からの驚きと称賛の声が届きました。海外の反応。世界を変えた日本の発明品といえば新幹線だろう。インド。電子炊飯器も世界に大きな影響を与えた発明品じゃない？スイス。光ファイバーも日本の発明なんだぜ。それによって現代人は大きな恩恵を受けているんだ。俺たちはそれを忘れてはいけない。フィリピン。ノートパソコンも日本で生まれて世界に広まっていったもの。アメリカ。日本の場合、外国や移民の影響がないからね。自分たちの力だけで生み出してきたのがすごいと思う。カナダ。光ディスクも日本生まれだよな。ソニーが世界で初めて作ったんだよ。アメリカ。俺の中で日本といえば革新の国ってイメージだ。インド。日本が発明してきたものを知ると、あの国の偉大さがよくわかる。タイ。ゲームボーイは携帯ゲーム機の存在を世界に認知させた。スウェーデン。日本は本当に多くの便利なものを生み出してきた国だ。そんな国がなんで未だに箸を使っているんだ。イギリス。外国人が口を出すことじゃないだろう。それこそ足を使って食べる文化があっていいんだ。そういうことは誰も気にしないさ。フィリピン。日本は世界を変えるような発明をたくさん出してきたよね。ベトナム。日本の友人たちへ。あなたたちは世界が敬意を払う特別な国です。台風被害に遭われた方たちのために祈ります。イギリス。青色発光ダイオードを忘れてはいけない。ルクセンブルク。日本は一度戦争で消滅しかけた。そこからの大復活以上に世界に衝撃を与えた例はないはず。ケニア。日本は世界の日常を変えるような発明をたくさんしてきたよね。ベトナム。 QR コード。カメラ付き携帯。 KS 道。電子式卓上計算機。ノートパソコン。日本には他にもいろんな発明品がある。インド。自分はカラオケとインスタントラーメンが頭に浮かんだ。ベトナム。俺は電気炊飯器が最も偉大だと思う。ご飯の準備に革新を起こしたし、手間のかかる退屈な家事から人々を解放したから。マレーシア。日本の発明品は多すぎて一つには絞れないでしょう。マレーシア。中には変な発明品もあるけど、革新的な日本が大好き。もちろん革新的な国じゃなくても好きだけど、私個人としては絵文字がありがたい。ルーマニア。
アニメこそ世界を変えた発明品だと思う。パキスタン。絵文字とウォークマンを自撮り棒と並べちゃダメ。アメリカ。アメリカ人って世の中のものは全部自分たちが発明したと思っているけど、実際は外国の発明品ばかりなんだよな。アメリカ。ゴージャスなオートバイ産業を作り上げたことは日本人の功績の一つと言っていいと思うんだよな。ドイツ。日本人が生み出し世界に衝撃を与えた発明品は数多くある。俺がその中の一つに加えたいのはゲームのメタルギアソリッド。ノルウェー。偉大な発明を続けてきた日本は発明の宝庫だ。アメリカ在住。実はフロッピーディスクを発明したのも日本人。インド。数多くの偉大な発明をしてきた日本人に敬意を。メキシコ。日本人の勤勉な国民性は日本人によって形成された。それも一つの重要な発明の一種だと思うんだ。インド。日本人は総じて革新的。その上で流行を作り出すのが得意な人たちというイメージ。トルコ。もし人類が全て日本人なら俺たちはすでにもう別の銀河に旅立ててたかもね。ブルガリア。日本人は勤勉であることが世界でも広く認知されています。そんな国民性だからこそ様々な素晴らしい発明をしてこれたのでしょう。これからも偉大な発明を行う日本人に世界中が注目しています。